OK です。それでは OK です。はい、OK です。手の消毒すいません、失礼いたします。すいません、失礼いたします。失礼いたします。手の消毒すいません、ご協力お願いいたします。どうも。頑張りましょう。
FC 今治対バンラーレ八戸のゲームをお楽しみいただきます。梅雨明けの今治地方、まだ30度あります。442のシステムでキーパー就業、左から上原、チョンハンチョル、園田、そして原田、ドイツボランチに岡山と久住を予想しました。左に有馬、右に玉城、桑島と片井のツートップを予想です。こちらも前節から2人先発を交代しました。中口監督、キーパー五丼美、左からディフェンダー佐藤、穂積、河津、国分、そしてアンカーに国領が入って新山と抜きなの真ん中を予想しました。インサイドハーフ、前の3人は左から高見、谷尾、右に丸岡です。スルーして桑島、落としてくすみ、コントロールショット、触りました五丼美。まずは今日一番の見どころは11分に訪れましたくすみのシュート。有馬を見ました。上原もいます。そして片井からヘディングシュート、桑島ちょっと深く当たりすぎたんでしょうか。桑島のヘディングシュート、ただ流れはいい流れを見せました今治。佐藤から抜きな、オンサイド、チャンス八戸、新山触った、終了。今日最初のシュートは八戸バンディエラ、新山招致、ただ反応しました終了です。国分ちょっと運びます、前を向ける、うまいシュート、清志、ターンまでは素晴らしかった清志大輔、これでシュート数を上回りました。もう一度新山、いいクロスだ、ダイビングヘッド抜きな、迫力のある攻撃を見せましたバンラーレ八戸。4回目の連続攻撃今治、縦原田が抜ける、つながりました、さあいいクロスだ、シュート打てず、よく守った八戸。いやー、いい攻防を見せます。近いボール、あっと入りました、試合が動きます、今治が先制します。後半の立ち上がり、流れの中で取りました、コーナーキックから、ちょっと誰が触ったかは分かりませんが、この喜び方を見ていると上原なのか、それともオンゴールなのか、オンゴールですね、国分に当たっているようです。柔らかいクロスのパスをチョンハンチョン、桑島触りました、ファインプレーの五丼民。やはりチームのシュート数を稼ぐのは桑島です。岡山は追い越す動きもします。その岡山へ、大外に桑島、玉城、さあどうだ、ダイレクトシュート、桑島です。桑島亮太初ゴール、 PK 取りましたが、まだ流れの中からは取れず、シンプルなボールが多くなってきました。上方、もう一度上方、クロスにする、うんとこぼれて新山、外から前田、いやー枠の中いったんですが、試合はまだ動きません。ビッグチャンスを作りました八戸。よし、中に秋吉、
シュートはポストから、どうだ、同点。ここで追いつきました八戸、タイスコアに戻します。80分、最後プッシュしたのは44番の秋吉。これでようやく追いつきました、バンラーレ八戸。ちょっと前まで運んで、黒石フォロー、左足で柔らかいボール、クロスバー、上方のヘディングシュート。今治はこの時間やられっぱなしの時間が続いています。八戸、これも柔らかいクロス、泉交錯した、くすみ決定機、決定機を外したくすみ、慌てました。長嶋が行きます。上がれ上がれというルイス監督、ここで90分が終わります。ライバル対決はドローフィニッシュ、1対1、今治と八戸、勝ち点1ずつを分け合うという、90分終了しました。Pues creo que ha sido un partido difícil. Hemos tenido lesiones y había muchos jugadores con mucho cansancio. Y en momentos del partido nos ha faltado esa velocidad para hacer mejor el partido. Por otro lado, hemos vuelto a crear muchas ocasiones de gol muy claras. Y en una categoría profesional no puedes perdonar tanto.先制して、勝ち切らないといけないゲームだったかなと、すごくもったいないゲームだったかなと思いますけど、内容的にはすごく悪くないですし、連戦を最後勝ちで終わりたかったですけど、切り替えてまた来週のゲームに備えていきたいなと思います。今やっていることっていうのを自信持って続けていくこと、これが多分一番勝利につながると思うので、またしっかり休んで切り替えて、まあ一日一日の練習に励むっていうことが、やっぱ次の試合につながるかなと思います。まあ自分が出たタイミングで、ちょうど出ようとしてたタイミングで失点してしまって、まあ、最初求められたものとちょっと違った形で入ることにはなったんですけど、まあ最後のところで、まあ自分も一本チャンスがあって、まあああいうところをしっかり決めていかないと、まあ、チームとしても個人としても上にはいけないのかなと思った試合でした。こう試合に出れてるから満足ではなくて、まあ、今日の試合とかでも、まあ、1対1の状況でこう自分を使ってくれて、まあそこでしっかり点を決め切る、そういうのがしっかりできてこないと、まあ、今後やっぱ厳しくなってくると思うんで、まあ、自分が上に行くためにも、個人チームが上に上がっていくためにも、やっぱり途中から出た人っていうのはすごく重要なんじゃないかなって思ってます。